ちょっといろいろあって、うん、まあ、ちょっと動画にした方がいいんじゃないかっていうことで、足場材が、まあ、盗難品が流れてると、ダウ系さんとか、乗用車とか、まあ、トラックに材料を持って、現場に行ってもらったんですけど、部分で取った土材が、うちの材料、可能性があると。うんうん、久しぶりないですか、当然来たんでしょ、まあ、他にもあったんでしょ、うん、たまたまリュウジさんが帰ってきたんですよ、ドバに一時的に。あれってどこの足場屋さんって、あいつが気づいたんだ。はい、もう材料とか一応聞いてもしょ、ある程度聞いてもどこまで聞いても、はい、逆にいいアイデア欲しい、ゆうちゃん。あ、そうですね、欲しい、次が面白いでしょ。あ、そういうこと。あ、リュウちゃん、リュウちゃん、ね、普通にやばい事件が起きたんですよねぐらいから始めていいんだ。ちょっと緊張するんですよ。二人って。え、今日何の撮影ですか。すいません。今日またちょっと一時間起きます。あ、ちょっとまたやらかしい。オープニングだけバーンってやっといて、ですぐ撮るライブだろ。あ、何々って視聴者思うじゃん。オープニング行ってないだろ。どういうこと。はい、おはようございますって。なんかオープニング出たらおはようございますされちゃう。あ、そういうこと。あ、そっからね。おはようございます。今日は何の撮影ですか。また人事件起きまして。またやらかしですか。じいさん。じいさんやらかしですか。やらかし。じいさんやらかし。言えばやらかしか。これ社長ブチギレ案件ですか。どうなんですかね。ちょっと難しいとこなんですけど。ニヤニヤ、そんなブチギレ案件ではなさそうな感じですか、この感じは。いや、お前がなんか、あんまり緊張しようよ、なんか早口になっちゃったよね。ちょっとテンポ早かった、ありがとうございます、今日はとか言って、セリフになっちゃったよ。だから、苦手なんですって。はい、まあでも今日はちょっと、まあ笑い事にしてもいいんだけど、まあ、ちょっといろいろあって、うん、まあちょっと動画にした方がいいんじゃないかっていうことで、まあ今動画にするんですけど、まあ、まず、まあ、サムネにあるから、まあ、わかると思うんだけど、足場材が、まあ、盗難品が流れてると。売られたやつで。うん。やっぱさ、足場屋さんってよく多いのは、下請けさんとか、調理業者のさ、まあ、トラックで材料を持って、現場に行ってもらうわけじゃん。トラックのうちの下請けの方から手間受けみたいな。そうすると、その材料持ってもらうんだ。返さずに。うん、持ってったところには返さずに、うん、うん、もうでもそうなったら以後取引ができないですよ、その会社。まあそれはそうだよね、個人で持ってるやつね、います。あ、どうですかね、会社名ですけど、うん、そんな大きいホームページでもなさそうな、うん、個人業にしっかり感じの会社がある、うん、今まではあれどうやってその査定入れとったの。免許証取って。そうですね、免許証取って、うん、今コード確認みたいな感じだ。そうですね。あれも来たじゃん、一回。あ、来ましたね。はい、会社になんか動画で見て、資材を見て、来た会社さん、動画に出とった資材がうちの材料だ、可能性があると。うんうん、ちょっと武蔵くれないですか、当然来たんでしょ。はい、俺ぶち切れないよ、見させてくれないですかって来たんじゃなくて、勝手に見に行って後日報告。その一言言ってから行けやつって。何、ドバ開いてたの。まあ人はおったのに、その人に。お父さんとかがいたからかな。うん、まあ、ちょっと一言言えばって思う。いやですよ、俺も。なんか、どうやってるわけじゃないの。で、それを疑ったのと思った。勝手に見に行ったと。俺は盗品って聞いてでも買っとると。だから勝手に見に行って、結局、あれもしかしたら見させてくださいって言ったら、それ隠すんじゃねえかって。っていう可能性があるわけじゃん。結局違ったんですか、それ。違った。ああ、でなんか言っとった特殊な塗料で塗っとるって、これ本当にそれ逆にそれ販売したいの、ね、それしないで、それ売ろうよ、はい、安くそういう塗料もあるって。足場に塗るよってこと。いや、それをなんか検査したなんか一人当たりのかなんか知らない。あ、そういうこと。うちのせいで絶対分かんない。へえ、その塗料で上から塗っても分かるよね。そういう塗料なんですよ。そうなん、そこまで言ってたかちょっと覚えてないですけど、うん、でもそういう特殊な塗料とか、特殊な塗料で塗っとるから、まあ、盗まれても分かるよみたいな塗料があるってことですね、うん、言っちゃえば。それ調べてみよう、はい、これまたビジネス。まあ歓迎をかすんなお前のほうがないで、まあが来た。まあそれは別なんだけど、まあ他にもなんかあったんでしょ。はい、
材持ち込みが最近あって、うん、買い取り依頼があって、うん、でたまたま私がその時たまたまっていうか、まあ、対応してて、うん、その時にたまたまリュウジさんが帰ってきたんですよ、ドバに一時的に、うん、材料取りにかなんか で、うん、でその時にあれってどこの足場屋さんってあいつが気づいたんだ、はい、ていうかこれもうあんまり本題ばっか入ったらもうどこも忘れねえな視聴者のどういうこと、まあ、まずくちょっとじいさんの近況聞こうぜコメント欄じいさんの話ないのじいさんありますよ、なんかじいさんかわいいとか、まあ、そういうかわいいはもう来るし、うん、足早でもないし何もやってないけど顔見たいから買いに来ようかなめっちゃ来るし、うん、のと、うん、顔出してほしいが多い話をしやすいこれうまいでしょ、みよもこういう見て方で最高でした連携プレー撮ってます連携プレー撮っていやいや私はコメントの話しただけで私自身は顔出さなくてもいいんじゃないかなって嫌なら本人がそうそうこっちも嫌顔だったからそう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 全然なんか出してくださいとはならないただコメント欄では来てるよってコメントは書いてるよってコメントではいっぱい来てるよってだけで私は全然出さなくていいと思いますはいじわじわ感じる やられてんなってぶっちゃけやっぱどっちもいいかなって緑もだって結構人気だったじゃん、うん、緑ちゃん未だに出してないし出してかたくない出さないしか言わないですからねそうそうそうでも人気は出るから別に、まあ、出すことにそんなにあんまり意味はないからで、まあ、じゃあもうそろそろ続きいくもうちょっと温めとく今で中心引っ張っていかないかもうすでに本題にいやダメだよ、そう YouTube 分かってない YouTube の運営しようの俺だからでもみなでちゃんもそれで顔出してないじゃないですかマスクじゃなくてメガネしてるかサングラスして全面隠れてるのに緑絶対可愛いってくるし緑可愛いってくるし絶対可愛いはまあ想像だからまあまあいいけど緑可愛いってくるそれはなんか何に対して可愛いなんだろうみたいな感じだぐらい性格じゃないよくないでも何その緑の話し方笑い方とか雰囲気が好きっていう人もまあまあコメントで足場半とかみんな言うな緑が一番いいとか言って顔青ってお前それ言ったら違う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 足場そんな優しくないお前何年も出てるそうですね足場次第のことがあの購入販売は販売が熱いですでもねねねねこちらの女性も一応西の母ちょっと思ったこと言っていいペイントワンさんとこの間さ、今度あの SNS 勉強会喋ってみましょう、講師で。はい。8月。あ、その宣伝しておきます。8月19日。8月じゃない、9月7日。9月7日。8月19日も過ぎてるし、終わった話になっちゃってるし、8月じゃないし、9月の7日。9月の7日。はい、9月の7日に。もう1週間後ですね。SNS 勉強会。まだちょっと枠あるんで、はい。まあ、ぜひ来てください。あの、LINE アットから今登録して、まあそこで情報が、まあ、配信されてるから、ちっちゃい会社ほどやるな。だって、もう東京でも俺らでも今 SNS でも下請け探すとか女優で来ないとか受けでやれんとか探す世界じゃんだって求人でもワンチャン SNS の世界だそうそうそう近くの子たちがね、うん、求人行くとかもうそういう世界じゃんだってペイントマンさんがもう若者ばっかやんリアちゃんでリアちゃんじゃない違うかわいい子なんだよこれ動画で見たら YouTube で見たらかわいい俺 YouTube でまだ見てないかもしれない何をさっきお前に笑ったって言ったら、うんあの子よりなんか二人ともギャルって感じいやそれは違いますよね今時のことにそんななんかうるせえギャルって感じなんかギャルってうるせえじゃんなんかメロディーみたいな何それおギャルって言いたい汚いギャルって書いておギャルみたいな感じでもこれでこちら私の大先輩ですから高校一緒で本当に高校一緒なんよでも高校一緒なの高校先輩になるんだそうかぶってないけど最初入ってきた時同い年ぐらいかなって思ってめちゃくちゃ舐めてたっすもんうれしそううれしそう顔映してまんざらでもなかったんかってでもなんかほんとに見えなくない年が見えない俺でもあんまりもう可愛い可愛いって言わん方がいいなと思っていや何コメント欄俺見たのだから、やっとんじゃねえか説みたいな。エロ社長みたいになってるからね。やっとんだもん。なんか、コメントぐらいするからね、もう。なんか、絶対狙ってるわ、みたいな。そうそうそう、なんか、エロ社長になってるみたいな感じよ。いや、可愛いけど、顔可愛いけど。ピンクの可愛いじゃないじゃん。俺なんか、従業員なんか、ちょっとでも、狙う、そぶりないでしょ。ないです。あの、下ネタバチバチだけど、そっち系じゃないよね。違いますね。カンチャンあったら、みたいな感じで、飯行こうよとか。投資やんない今後しようね、うん、
多分自分が会社来なくなるでしょ、逆にそういうことしてたら自分が居づらくて来なくなるでしょ、会社にもう辞めたくなるし、このキャラが成立しなくなる、うん、いや俺はこのキャラだから、もし手出したら多分見ないよ、やっちゃった俺だみたいな言える設定の女子が現れたら来るかもしれないとか、やばいやん、超体育会系ワーカーノリ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 いらっしゃいますよ、お客様のバーでこんな女子も嫌だわそんな女子そんな女子ハンドルをどうぞお乗りください一つ言わせてもらうと雰囲気もクソもないからやる気なくすでしょ、男の人もそんな人いいなって言ってもそれぐらいの乗ってきたらちょっと行ってるわ行っちゃうね、行くんかいぐらいだったらまあワンチャンがあるいやだけど何その何社長のその性格も分かんないからテンションとかノリも分かんないから、うん、視聴者からしたら、うん、動画でしか見てないから、うん、やっぱ何かわいいかわいいって、うん、事務員さんにばっかは言うから、うん、事務員さんを狙ってる説は出てるんだよね、出てるよな、結構コメントがある、うん、でお前は上手に消してくれるんだけどそうそうそう、まあなんかある程度のこと俺はその消す前のコメントも出るから、でもだからうちの消す内容はお客さんが悩むよ、例えばさ、うん、なんか生きてさ塗料とかいやこれは違うよこうだよって絶対わけわからんこと書いてるんですよ、うん、もでそれとお客さんが悩むじゃん、でそういうことは、まあ、もちろん消すし、あとはまあ人さっき言ったような人を傷つけすぎる、うんうん、まあ悪口とか悪口みたいなそういうのはちょっと消す、まあ、俺はまあ基本いいよって、まあ、社長は何でもいいよぐらいしなしたい、まあちょっと会社に影響が出る社長のことは消したりするけど、そう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 、まあ、だからちょっとそこは会社に影響出るかなっていうような、やべえ会社だと思われるから、そういうのはさすがに申し訳ないですけど消させていただき、でもなんかそういう人って多分分かるんだよね、俺のコメント消したよなってもう一回コメントしてくるもんね、マジすごい、でもそういう人はもうブロックだよねだけど基本的には YouTube って、まあ、こっちのものだから、うん、で別にいやお前なんて有料で配信してないからさ、うん、コメントもね、うん、公開設定して出しますよっていう約束してたら、まあ、それがさなんだけど、それは俺らの自由だから、うん、消したい動画は消すし、ミスもあるし、ね、まあ、あくまでもお前っても会社の宣伝、会社の宣伝というか、まあ宣伝だよね、まあ、楽しんでもらうっていうのを大事にしようから、まあ、こういう形で会社は伝えてるけど、でも実際のお客さんはやっぱり来るし、その本質が見えてる人って来るじゃん、うん、やっぱあれだけ仕事一生懸命やってるってやっぱ見てわかるから、これだけ怒られてもついてくるやつって、うん、本当にいないじゃん、うち。で基本がこれの面接でこの人が言うからね。でももううちの会社ついてこれます。言ったよね、本当にね、すごい発見した。まあ、簡単に言うとね、大丈夫ですか？まあ俺入れてもいっちゃうってちらっと言ったんだけど、うちの会社は自分で率先しないとダメですよ。うん、自分で考えて社長に欲しいですか、欲しいですかって言えないと、うちの会社はやっていけないですよみたいな感じのことを言ったよね、確か。ね、うん、すごいな。ちょっと本当にそのエネルギーをみんなにって感じ、うん、ちょっとみんな待ってよ大丈夫です、一人で撮影行ってこいって分かったーって言って次の日無理だったーってそんな軽くはないみんな協力してくれないからーっていや、本当にやだーって最後消えてっちゃう消えてっちゃうってどういうことそんな軽しく言ってきてないけどやばいですよね、この感じ。ほんとにあの足場班だったらいけるかなと思うじゃないですか、うん、足場班こそダメですねって感じで撮影絶対ポジティブだよね、何の話してるんだあ、話を戻るで、何だっけ一回最初の話を説明しようあ、まあ、で、購入してたら母音があるんじゃねえかって言って、まあ、まず勝手に見た人もおる、うん、疑ってね、まあ、でもうちはきちっと免許証、まあ、ここが対応してるから、まあ、もちろん盗品なかったら買いようって言ってほしい、盗品ですって言いに来たらわからんじゃん、うん、だけど、まあね、まあ調べようがないから、うん、じゃあ一個一個全部聞くのかって言ったら聞けないから、だからそこをちょっと今後考えておこうかっていう話もあるんだけど、まあ、ほんならたまたま、まあ、リュウジが、はい、まあ、これこうじゃないか、うん、ああじゃないかって言って話がある、自分にまさに電話くれて、あれ大丈夫かな、どこのくらいじゃないのと、窃盗品なんじゃないかと、うん、まあ、そこで止まったんだよね、リュウジさんがそう言って言ってきました、うん、で、うん、窃盗品なんじゃないかと、まあ、噛み締めたでしょ、うん、で、結局は違ったんだ、はい、あ、まあ、それだったらよかったよね、だけど、なんか一応、うちも古物商の資格で、はい、そういう勉強もするんでしょ、あれもう行くだけ、許可だけ、一応そうですね、なんかそういう本みたいな あります、あの盗品の購入についてみたいな、はい、
項があるんだ、はい、うちはそれにのっとって一応やってるんでしょ。まあ、一応免許証取るとか、そういうきちんとしたことはやってるけど、はい、まあ、万が一足場次第でも間違えて購入してしまったら、はい、まあ、そこに返却はしなかったわけだよ ね、 そうですね。俺らが意図的じゃなくても買っちゃった場合に返却してる、はい、いいな、まあ、言い方悪いけどさ、あれですの問題だったらまあいいじゃん、うん、いやそれを全部確認ってなるとすんごい大変だから、うん、どこの材料ですかって聞いて、まあ、どこの材料とか一応聞いてもしょ、ある程度聞いても、どこまで聞いても、いつ頃購入されたんですか。メーカーどこで、色が入ってるやつは自分のところの材料かどうかとか。そうですね、でも基本的には売り切れ来るから自分のところの材料だって、うんうん、違ったとしてもそう言って言うよね。本当にそういう盗んだりする必要な人なんて、そうそうそう、で逆にいいやつ欲しい、めちゃくちゃ足場次第、買い取りマジ今日しようから、はい、ぜひね買い取り、本当に欲しい。材料が全然、はい、でも販売今全部買いますって言ってくれた人がいるってことは、販売するものが今うちないですからね。ないんだよ。でもそれぐらいやっぱいいものは思うよ。いいもの、いい対応力。俺この業界ぼったくっとったんだから、言い方悪いけど、うん、そういう人たちが見たら、カッてなるかもしれないけど、だけどさ、無敵じゃん、うち。SNS で広告ゼロ。うん。営業ゼロ。実務家だけじゃん。うん。うん、だけど普通足場の買い取り販売って営業が、でだってしょっちゅうどうですか最近購入してくださいって、だってそういうところでコラボしないかもしれないね、足場の購入しといてる人たちと、そういうコラボ欲しいね、あの会社さん、うちは買い取りが強いんですよ、販売先がでもなかなかないです、でうちも業販みたいな感じ高く買ってもいいじゃん、利率下げて、でもよく買えたら高くしようんだと思うよ。でそういうの営業マンでやっぱ経費かかるし、大きいかし、営業マンが10人おってそいつらが走り回って、それだけの規模で売れてきゃいけないけど、必要だと何億って売れてきゃいけないけど、だって、まあ、経費ゼロで動かしたら、だって実務家、そのじいさんも、もともとここに死んだから、上乗せして仕事みたいな、だから俺、バンプリーでいいぞ、じいさんどうですか、どうですか、じいさん。俺、まるまるに。こんな感じですけど、私にもくれよって感じですけど。じゃだけど、なんか俺さ、これ、じゃもう一個言わして、これ、ちょっと、まあ、俺の話ばっかりいかんけど、じいさん。今日主役だからさ、うん、YouTube のやつを社員に配ってねえのとか何とか言うから、あ、YouTube の出た時、出た人に対してね、言って、まあ、確かに領収を切ってますよ領収切ってますよ、それね、なんか欲しいもんあれは領収ですよ、仕事なんだからね、手間とか多いと思うから仕事なんですから、まあ何、プライベートじゃなくて仕事で必要ですから、あ、そういう領収切りますよ、あ、じゃあおじさんが出とるよ、だけどなんかそうじゃん、どっちみちさ、まあ、まあそう言ってないかんけど、まあそのね、まあ、利益を生んだ、まあ、確かにこの足場すごい今年は貢献してくれちゃう、でやっぱ会社調子がいい、だからまあ例えばね、やっぱ利益を生んでないと銀行もお金貸さないわけ、うん、金貸しだからあいつは赤字の会社に貸すよお前、お前、いやもう仕事してないやつで金貸す、貸さない、貸さないじゃん、だけどめちゃめちゃお金持ちでさ、うわ今日財布忘れた、ちょっと明日2万の支払いして1万貸してって言ったらさ、貸す？貸します。やらしい女だ、やらしい女だね、こういう女ですよ皆さん、やらしい女です、だから会社って、まあそうじゃん、だからそれ、うん、またさらに再投資回すし、もちろんそれがなんか俺が深刻がしたらなんだよな、まあ、なんかこれぐらいの贅沢はしてもいいでしょっていうぐらいの贅沢しかしてないつもり、会社にも来てなくて女と遊びほうけとるみたいな感じだとしたら、まあ、もうみんなからしてね、フォローしてるこっち側が、なんか、俺嫌で言ってるのかなと思って、違う違う違う、うん、違う違う違う、みおは別にだって会社には一応9時には来るわけじゃないですか、毎日来ない人っているじゃん、社長だからもう家にいようみたいな人もいるかもしれない、それはないな、そういう人とか、来ないと楽しくないし、だからまあ、だから会社にとか、まあ、家でぐーたら女とイチャイチャぐらいの社長で、そういうし、うん、なんかすごかったら、社員からブーブー来るだろうけど、そうじゃないから、うん、まあまあまあ、はい、じゃあ、まあ、とりあえずじゃあ喋ったよね、全部購入一応リュウジさんがそう言って教えてくれたけど違いましたって、じゃあ今後、はい、まあ、購入どんどん来てくれ、まあ、来てるよちょこちょこ、やっぱり販売の方が圧倒的に多いです、まあそこもね、一応声かけてくれたら、あの、はい、物が入ったらインスタとかであげるとか、あの報告出すとかね、はいはい、皆さんちょっと
最後ぬるぬるっと終わっていきますが本題がどこかもわからないぐらいですけど、まあ近況報告だね、はい、うん、ぜひまた購入販売、はい、声かけてください、よろしくお願いします。せーの、また見てねー。かわいい。かわいいのに。かわいいって。言っちゃいなよ。言っちゃいなよ。言っちゃいなよって、そんなコメントに負けず言っちゃいなよ。かわいい。おじさん言っちゃいなよ。いいね、かわいい。きったろ。きったろとか言って。